はい、できました。今日は、A5 ランク黒毛和牛の、野菜炒め、ニラとキャベツのスタミナ炒め。で、ナスビと、玉ねぎアーリーレッドの、生姜、醤油生姜炒め。で、オムレツ、ニラ玉のオムレツ。で、キュウリとナスの漬物、昨日の豚汁でいただきます。では、いただきます。熱い。しんどいわ、今日も。おいしいね。黒毛和牛。おいしいね。キャベツの新バラ。ニラを食べるとね、元気になるね。ちょっと疲れててもね、夏バテなんか特にいいからね。みんなそう、おいしいな。夏のしんどいけど、ちょっと味濃いめの方が、玉ねぎも美味しい。これはええね。ご飯にいっぱいのしてね、牛丼みたい、ソース牛丼にして食べよう。スタミナ牛丼。美味しい。喉に生姜きた。卵も美味しいしね。いいね、なんか。今日もね、パソコンついてない。ついてないとね、やっぱりむちゃくちゃ暑くないしね。めったに好きなの、もう最近メインのパソコン向こう行ったからね。向こうのパソコン、やっぱり、容量が余裕があるのかしら。熱そんな食わへんの。熱出へんねんけど。うまく、効率よく放出してんのか、なんか、容量がでっかいから、熱食わへんから、熱出さへんのかわからへんけどね。一応、冷却ファン追加してね。最高の、冷却の、あれして、構築したんやけどね。ファンがガンガン回ってる音がせえへんねん。こいつすぐファン回るからね。多分、容量がいっぱいいっぱい。もう CPU100% とかなるから。もうこれかな。はい。高くてもね、余裕のあるのを買った方がいい。車もせえへん。排気量ちっちゃい車。だから、ね、昔だと360の系。から、6000cc のアメ車まであったのに、日本の道なんか80キロしか出さへんねやったら何でもいいわけよ。もう、なんで、
入ってる。でかいの買うかって言ったら、おかわり、うん、覚えとった続き話す。ご飯全部終わった。はい、ということでね、何やったっけ、なんか余裕のある話で、排気量が小さいとね、どうしても無理しながら走ってるから、いろんなとこ消耗するのね。でも排気量のでかいやつって回転回さへんだから、車の回転数でいうとね、排気量が小さいほど高回転しよう、ね、排気量大きいほど低回転しよう、ね、だから余裕持って回すから熱も加えんし持つんよね。ただまあ電気、燃費代が別は別よ。でもね、みんなメシャガソリン食うって言うけど、何年前だろう、20、25年とか前、もっと前か、ナイトライダーの頃のトランダム、80年代のトランダムはインジェクションになってんだけど、あのね、燃料食うことになるけど、日本の法定速度で走ってるとね、リッター14、5から伸びんのよ。ギャンって踏むから、リッター4とか言われてるけど。なんかね、回転馬力じゃないっていうのは、燃費が意外といいの。昔、1500って言ったトラックあってね、やめちゃうの。横浜町だから、うちまで持って帰ったの。横浜に燃料満タンして、途中で、まあ、2、3回でやんないのなと思ったら、東名とかで100キロぐらいでしょ。100キロぐらいで、プラスアルファぐらいで走ってて、奈良まで帰ったら、燃料1回もやんねん。まだ余裕あんねん。リッター16ぐらい乗ってたの。今もう40年ぐらい前の話よ。40年になれんの ?30 年か。ね、40年も経ってもいいんじゃない、これね。なんか意外とアメ車は燃費が悪いっていうのも嘘やねん。何を言いたいのかって、やっぱりね、まあ、今の車はね、軽とかでも燃費良くなってるけど、それはいろんな、ね、燃料を薄めてリーンバーンって言って、薄くって燃やすっていう技術、インジェクションでねやってんだけど、だからやねんけど、やっぱそれでも無理はかかってる。だからロングライフで言うとちょっと排気量の大きいやつの方がええねんね。もう一緒でパソコンもね、余裕なるやつの方が熱くわへんから楽、演算も早いし、なんかもうこの子はよっぽどね、向こうで何かしてる時に予備でしか使わんくなった。向こうで何かパソコン作業してるでしょ、なっても編集したいでしょ、って時に使うぐらいで、パソコン見たりするのもパソコン向こうで見るしね、ほとんど落ち着かん。なんかたまにね、アマゾンの映画見るときはこっちで見る。あんまそのぐらいしかない。使い道なくなった。やっぱり新しいのはいいわ。ソフトもね、新しい編集ソフトに慣れてきて、これが使いやすくなってきたからね、もうほとんど、こっちは古いソフトしか入ってへんから。なかなか新しいやつになれへんかって、使い切れへんかってんけど、今も新しいやつの方が使いやすくなってきた。もちろんゲームするのもね、ロコフはスムーズに動くし、画質も綺麗し、ね、ゲームしながら、ゲームしながら録画して、それをね、裏で編集しとってもね、編集っていうか、処理しとってもね、全然いいよ。ていうか、裏でしゃんでもね、早いから、間違いがね、もうストレス全くない。あー、しょうが辛い。
美味しい。うん、いや、美味しいな。タニアとかね、キャベツが甘くて美味しいわ。美味しいね。甘いけど美味しいな。キュウリ自体が、なんか食べなきゃいい。二日目の豚汁美味しいな。それは肉ずれせえへん。2日目でも形残ってんねん。うん、美味しかった。でね、今日のあっちゃん家の晩ご飯は、黒毛和牛の、切り落とし。これ結構安いのよ。300円、100g、300円ぐらいで使ってね、野菜炒め、それと卵とね、じゃなしのナスと玉ねぎも炒めたんで、今日美味しかった。ということで、今日のあっちゃんちの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。ということで、この後ね、ちょっと編集して、今日も早寝ようかな。疲れたしね。ちょっと今日は早めに寝ます。最近ちょっとね、ずっと夜周期になってしまってね、しんどかったんで。そうそう、寝ます。バイバイ。